The next station is 舞浜 KE7。Yeah.
ますよ。私はジブリ大好き日本代表太田由衣。とかやらないからね。アフレコでお届けしております。ハリンとゆいの質問コーナー。ではまず皆様から質問をいただいておりましたご質問にお答えしていこうと思います。皆様ありがとうございました。ジブリ、ディズニーともにハマったきっかけの作品はキャラクターは何ですか？うわー難しいな。でも一番最初に見たジブリ作品は、うん、風の谷のナウシカだった。幼稚園ぐらいの時に、うん、お父さんがレーザーディスク持ってた。 DVD とかできる前、もうビデオより前、それで見たのがナウシカだが一番最初だった気がする。あ、ごめん、これは私からの質問だけど、ジブリ、あ、楽しいっていうのはみんななるわけじゃん。そうだね。でそこからハマるっていうのはもう原作読んだりっていうのに走るってこと？私も金曜ロードショーで見たりとか、うん、多分みんなと同じぐらいだった。最初好きはメッセージが強すぎて、うん、なんかある種救われた部分があって自分の中で、うん、そこからなんか見方が変わったっていうのが正しいかも。自分の人生を変えた作品っていうか。いや、そうそう、マジで支えられた。なるほど。私はハマったきっかけはやっぱパークで、福岡にずっといたから海外来たみたいな感じなんだよね。いやそうだね、第一歩はそこだね、うんうん、なるほどね、うん、かりんちゃんの好きなジブリ映画、ゆいちゃんの好きなディズニー映画聞きたいです。はい、何かりんちゃんの好きなジブリ映画？これが一番っていうのは決められなくって、うんうん、だって全部見てないし、まずそうだね。好きで何回も見てたのはハウルと紅の豚。へえ、結構渋いね。一番おもろってなったディズニーは、うん、ラプンツェルかも。初めて塔から出た時にさ、イエーイって、あ、私はもうダメだから。あのシーンがもう面白すぎて。ゆいちゃんのディズニー推しキャラとかりんちゃんのジブリ推しキャラを知りたいです。うわーむずー。じゃあ2人まで絞っていいよ。いい？いいよ。ディズニーランド行ってグッズ欲しいなって思うのは、うん、プーさん。うわー難しいけど、トイストーリーに出てくるトトロはダメなわけ？ダメでしょ。私でも結構バズとか好きかも。バズライトイヤー。じゃあ私が好きなキャラはムタさんとおポルコ。どっちもやさぐれてますね。いい男じゃん2人とも。どっちも絶対一緒にいたら苦労する2人じゃん。手間好きというか見過ごせないくて、最終的には救ってくれるみたいな。根っこは優しいみたいな、ね、そうが好きだから。うわ苦労しそうだね。それぞれをそれぞれのキャラに例えてください。いやむずいな。かりんちゃんもだからジブリキャラにってことでしょ？そう。じゃあ私はディズニーキャラにでいいよね。 そうだね。その方がいいよね。
パッと見はね、アナとか、本当？そう、バネロペとか。バネロペって誰？あのシュガーラッシュに出てくる、あのでっかい人？いや違う、ちっちゃい女の子の。あ、そうなんだ。そう、だけどでもゆいちゃんはそんなになんかおバカすぎないから、うん、いや私ね、はい、私はもうパッて出てきたのが、うん、猫の恩返しのハルちゃん、うん、主人公のハルちゃん、めっちゃ雰囲気似てる。え、すごいいいやつに言ってくれてありがとう。え、待って待って待ってって言ってるのがなんか想像、うん、言ったら言ったで、うん、猫の国もいいかもな。アシタカとハウル、どっちか一人しか選べないとしたらどっち選びました？もう一択ですね、私は秒で。いや、私も秒だよ。せーの、ハウル。アシタカ。喧嘩しようぜ。え、でもさ、ディズニーとジブリのキャラクターでコラボしたアニメーション作品作るとなったらどのキャラがいい？うわー面白そう。いや、そう、そう、恋愛系にするか冒険ファンタジー系にするかで。いやでもこれ組み合わせでめっちゃ面白くなりそうだな。ハウルとエルサとか強そうじゃない？うわーやばそう。なんか喧嘩しそう。うわー相性悪そう、ね、でも究極の愛にたどり着くわけよ。いやーポニョと、うん、ウッディ、うん、すごい苦労しそうだもん、ウッディが振り回されて、ウッディをもらうのがポニョな、うん、マレフィセント VS ユバーバーやばそうでも激アツだよね。だいぶ強いよ。お客様とて許せぬっていうさビームとさじゃあ私からの質問、何歳からオタクだった？何でもいい。あ、これ私これがファーストオタクだなみたいな。私ファーストオタク多分1年生とか、ハム太郎にハマって机の上に指人形20個ぐらい並べて生まれ変わるならどのキャラ？ハク、竜になりたい、飛びたい。あ、なるほど。え、でもポルコも飛べるよ。いや自分で飛びたいんだよね、竜になって。ちっちゃい頃さ、うん、イマジナリーフレンドいたんだけど、え想像で頭の中で物語を作っちゃって、うん、私の場合はそれがドラゴンで、うん、人間にもなれるドラゴンだったんだけど、授業中でバッチリ受けてると、うん、自分の頭の中いたのよ、イマジナリーフレンドが。なんか怖い話でした。違います夏の怖い話でした。怖い話じゃない。なんでだよ。じゃあ最後にとっておきのジブリの情報を教えてください。ハリンちゃんは、はい、一番好きなのが紅の豚なんだよね。そんなハリンちゃんにおすすめな雑学、うん、紅の豚なんだけど、最初ね、うん、15分で終わる予定だったの。どうやって？空賊がさ、うん、女の子たちさらってさ、うん、でポルコが助けて戯れるシーンあるじゃん、うんうん、最初の冒頭、うん、あれで終わりだった。本当は JAL とジブリがコラボして機内上映しようって言って作ったのが紅の豚だったの。実際作ってみたら鈴木敏夫さんが、うん、なんで豚なんですか、この子たちはどうなるんですかとか言い始めて、そしたら宮崎駿さんがなんかそれに対抗して、うん、いやこうなの、この豚はこういうことが昔あったんですよとか言ってたら、うん、え、じゃあ面白いですね、どんどんやっていきましょうみたいな感じになって、本当はあんな超大作になる予定じゃなかった。へえ、すごい。ちょっと待って、鳥肌がやばい。起きてめっちゃ鳥肌になってるんだけどえ、ありがとう、そんな有益な情報をただで。本編に戻ります。はい。